众朋友晚上好，皆さんこんばんは。4月6日水曜日、日本のニュースをお伝えします。4月5日、中国駐日本大使館は長年にわたり中国の緑化植樹に貢献した日本の関係者を招待し、中国の環境への貢献を称えました。鄭英華大使は挨拶でこのように述べました。挨拶でこのように述べています。長年の努力により、中国の森林被覆率は80年代の 12% から2015年の 21.66% へと増加し、緑化事業は超速の進歩を遂げました。こういった成果は日本の皆様のご支持の賜物です。今おいでの皆様は山西省、内モンゴル、江蘇省などで植林を続けられ、砂漠が皆さんのおかげで豊かな森林に変わりました。緑化は時間がかかり、効果が出るのも遅いです。しかし皆さんは長年にわたり見えないところで黙々と作業をされ、地味な努力を続けてくださりました。木は10年、人は100年と言われるように、皆さんは植林により中日の人々の友好を育て、人々の心に友好の種をまきました。中国の人々は皆様の貢献を、そして友情を忘れることはないでしょう。表彰を受けた団体の代表者は壇上で発言をしました。大使館からの配慮や受賞の感謝を述べました。大使館員によると、今回表彰されたのは南京大虐殺犠牲者追悼団、日中友好技術人材交流協会、イオン環境財団、世界砂漠緑化協会など10団体だということです。2011年 の、 あの3月の東日本大震災の直後、まあ、私たちも協力団を出すかどうかだいぶ迷ったんですけども、皆さん行きたいっていうことだったんで行ったんです。そしたら大道に着いたら、あの農村部から義援金が集められてたんですね。あの津波地震の犠牲者に渡してくださいっていうことで、まあ、私もあの大変感動したんですけれども、まあ、そういう意味ではあの木もたくさん植えたんですけど、まあ、当初考えもしなかったんですけど、1,880数万本で、面積にして5,900ヘクタールぐらい、これから十分に検討して、まあ、いずれにしろ若い人たちも今日も来ていただいてますけれども、あの頑張って継続したいということなので、場所を変えることも含めて、あのいろいろ頑張っていきたいなと思っているところです。